ちょ、何やって引っかかったいたずらタバコ。ほら、ここは、禁煙エリアだ。やったぜ、引っかかったぜ。これめちゃめちゃ治安、治安が悪い。あ、まだ治安悪いの？マジ治安悪くないこれ。これひどいよな。ひどくない？そんな世の中になってるよね。だからダメだって。ハトを捕まえきれたら、10万円獲得ゲー！来たー。いっぱいいますんでね。そんな言っていいですか、クイクイ。ここにいる鳩、多分もう全滅ですね。鳩が首を動かしてるのって、うん、視点がもうガンガンするから、うん、目の位置を合わせてるらしいです。へぇー。鳩も一緒に前に進んでおります。いっぱい来た、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 いっぱい来た。あ、攻撃してきてる、攻撃してきてる。あ、鳩が攻撃してきてるぞ、お前。なんと、六面くん、バイトで Uber Eats をやってるんですよ。はい。Uber Eats、わかんない人のためにちょっと説明お願いします。Uber Eats っていうのは、はい。まとめるとデリバリーですね。はい。はい、それです。それ。今からですね、牛丼を頼みます。で、六面は、その牛丼屋の近くに待機してもらって、果たして俺らの注文を受けることができるのか。さあ、牛丼屋の前に着きました。今から注文してもらって6面キャッチできれば送料6面獲得、キャッチできなかったら別の人が獲得という、どういうゲームっていうね。オンラインにしますね。あ、オンラインで、はい。じゃあ注文してもらいますよ。はい、お願いします。はい、お願いします。お、今注文食ったらしいです。これもう目の前にいるぞ、これ目の前にいるぞ。さあ来い。まさき。え？え？負けちゃった。負けた。俺990円で牛丼何買っただけだよこれ。え、マジで俺これさせられんの？お前どんどんうるさい。彼女の名前は古川優香。先日タピオカ屋をオープンしたし。うわ、何やってんの？それもしかしてだけどタピオカのモノマネしてる？え、なんでわかったの？なんで？モテたくて。いや、JK 人気だから。そうなんですよ。これ本日ですね、なんと古川優香がタピオカ屋をオープンしたと。素晴らしい。おめでとうございます。駆けつけてくれたタピオカさんたち、はい、まあ、せっかくなんで今行きましょう。行きますか。おい、ちょっと来て、来て、起きて。誰かおるやろ。誰もいないよ。いいよ。ラジオカオンボおめでとう。はい、ほら、なんか綺麗写真撮るよ。はい、チーズ。オッケー。いつ？なんでお前うんこしたの？はい、というわけで今日も動画を最後まで見てくれてありがとうございました。よかったらですね、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。あと2日後ですかね、8月14日にワンマンライブがあるんですよ。なんでね、よかったらみんなもね、遊びに来てほしいなと思います。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。